おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回、レコさん生存ルートをすべてクリアいたしまして、今日からねアリスさん生存ルートの方をやっていこうと思います。で、まあ前回も最後に言ったと思うんですけど、レコさんのルートであったところとかはカットしつつ、サクサクとアリスさんがいたことでしか起こらなかったことを中心に、動画にしていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。ではチャプタープレイするチャプターをこれかさ、最終、あ、間違えた、危ない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 、2章後編からね、これだね。よう、元気か。俺がここまでの話を簡単に振り返ってやるよ。感謝しろよな、てめえ。ありがた迷惑だって言うなら帰ってもいいぜ。聞かせてくれ。もう、土下座して聞けよ。こいつらは地獄院サラと親友のタズナジョ。仲良くデスゲームに巻き込まれた間抜けどもだぞ。二人は状況が理解できないまま、最初の試練から始まる多くの試練をクリアして、他の参加者たちと協力して生き残ることを選んだ。でも協力もなしく、高校教師三島和美が死んだ。元教え子の絵心なおは笑えるくらいパニックになってさ、そこを自称主婦の佐藤海にそそのかされて、フリーター日和総が手に入れたパソコンを奪い取った。パソコンの中には海が組織と内通していた証拠が隠されていたんだ。結局海はメインゲームで死んだ。賢者のカードを手にしたばっかりにね。そしてジョーも身代わりのカードを手にして死んだ。サラは幻影に心を侵され始めたみたいだ。セカンドステージはメダルを交換し合うサブゲームだ。途中死んだ三島の人工知能が現れたり、レコそっくりな偽物の人形が現れて大混乱だったな。そんな中、バーガーバーグ Q 太郎があのパソコンを発見したんだ。デスゲームの核心に迫りつつあったけど、メダルに釣られてソーにパソコンを渡しちゃったんだ。裏切り合いって最高だよな。メダルを集めた Q 太郎と集めなかったイブシギン、どっちが死ぬのか楽しみだったけど、ここでてめえにクイズ。なんだ？おお、実際に死んだやつはこの二人のうちどっちだった？なるほど。ここはアリスさんが、生き残ってレコさんが死んでしまったルートをやるので、レコさんですね。ヤブサメレコが死んだのか。はい、正解。やるじゃん。こうなるのね。結局死んだのはヤブサメレコだった。偽物のレコに刺されてな。てめえらは本当にバカだ。この試合に情を持ったら傷つくだけだぜ。わからないのは俺まで殺されたことだ。俺は父さんに作られた最高傑作のはずだったのに。さて皆様、記憶の整理がつきましたら再びご招待いたします。メインゲームへ。残り8人。ねえレコ。なんだよ。いつか一緒にバンド組んでデビューしよっか。マジ？私が歌を作ってレコが歌うの素敵でしょ。いいぜ、忘れんなよ兄貴。絶対に忘れんなよ。レコはね、本当は優しくてすごくいい子で、アリスさんは
大切な人を失ってしまった。ナオさんが恩師を失ったように、カンナが姉を失ったように、私が親友を失ったように。レコさん、私にとっても信頼できる仲間だった。悔しい、悲しい。でも、いつまでも、ここにいるわけには、いかない。アリスさん、ナオさん。指導員、サラ。邪魔だ。消えろ。気持ちはわかります。ですが、これから再びメインゲームが。説明が行われるんです。医務室へ来てください。優しいんだな、お前。え？俺たちが不利になろうが、どうでもいいはずだ。メインゲームでは全員が敵。また最低でも二人死ぬ。次は俺かお前かもしれないんだ。そうかもしれません。でも生きることや考えることを放棄するのは違うはずです。懸命に考えた先にきっと道が。道か。そんなものとっくに踏み外した。それでもしぶとく生きていたんだ。いつか親やレコに償えると思ったから。もう道なんて。行きましょう、アリスさん。ナオ。おい、絵心ナオ、何を。ナオさんは、レコさんの遺体から手袋を外した。届けてあげなきゃ。私たちが、レコちゃんを大切なように、きっと待ってる人が、他にもいるから。ナオ。アリスさん、あなたも片方、持っていてください。アリスさんは、手袋を片方受け取った。私は行きます。前に、進まなきゃ。前、か。指導員サラ、貴様に教えておく。俺が殺した男の名は、日和ソーダ。え？もはや日和ソーなんてどうでもいい。俺が本当に殺すべきは、アリスさん、復讐の目だ。デスゲームを企てた敵への復讐。怒りと憎悪。それが今のアリスさんを動かす、ただ一つの道。なら、私が選ぶ道は、決まってる。もう、誰も死なせない。メインゲームなんて、もうさせない。お前には誰も救えねえよ、サラ。私は、負けない。最初っから結構きついね、アリスさん。いやー、
そうだよな。それほど、レコちゃんのこと大事に思ってたっていうのは2章の前編ですごくすごくすごく伝わってきてたからさ。苦しい。じゃあ、ちょっと進めていきましょうかね。嘘の間の中央には、レコさんが横たわっている。胸からおびただしい量の血が流れている。整えるの頭部が転がっている。彼も偽物のレコさんと同じように人形だった。髪にはジョーのヘアピンがついたままだ。取る。刑事さん、ありがとうございます。それぐらいのことしか、おまわりさんはできなかったし、ね。ほとんどは九太郎が体を張ったおかげさ。すげえやつだよ、あんたは。いや、俺は結局、ほとんど何もできなかった。二人のレコを、失ったぜよ。人間も人形も関係ねえ。両方とも、俺たちの仲間だったのに、な。何が仲間だ。アリス。お前たちは本当にバカだな。誘拐犯が目論んでいるのは、結局殺し合いだ。誰かを生き残らせ、他を殺す。それだけのことだ。なのになぜ助け合う？なぜ親しくなろうとする？レコもそうだった。もう少し、自分のことだけを考えてれば、レコがあんな形で死ぬことも、なかったかもしれない。アリスさん。レコのこと、忘れないでやってくれ。寂しがりなんだ、ああ見えてな。忘れるわけがない。絶対に。俺までどうかしちまったみたいだな。これからお前たちと殺し合うっていうのに。皆様、お揃いですね。これより、二度目のメインゲーム、その説明を行います。さあ、カットしますか。ついに新居にやってきました。ちょっと今これ音響いてるかもしれないんですけど、まだちょっとね、物が少ないからっていうところで、音の感じがね、ちょっと今までと違うのはご容赦いただきたいなというところなんですけれども、約、一ヶ月半？いや、二ヶ月かな？くらい、ちょっと君がしねを撮っていなかったので、ちょっとね、自分の動画とかも見返しながら、やっていこうかと思ってるんですが、確かね、アリスさん生存ルートをこの前始めたところで終わったと思うんだよね。だからちょっと思い出しながらやりましょう。これだよね、きっと。あ、そう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 。地下に降りて、刑事さんと銀くんを探しに行くところだね。また変化があるところまでカットしていこうかなと思うんですけど、以前コメントでいただいてたんですけど、ホエミーがいたお部屋があるじゃないですか。あそこのパソコンで、犠牲者の DVD を見ることができるという情報を聞きつけましたので、集めたらそれをね、見ていこうかなと思います。では、それまでカット！大丈夫ですか？何をしてるんですか？何でもないです。その、大丈夫ですか？ふん、構うな、指導員サラ。足が自然とこっちへ向かっただけだ。別にこれ以上先には行かないさ。それより指導員サラ、ナオがさっき嘘の間の方へ入っていった。俺の前では気丈なことを言ったな。やっぱり心の傷は深いのかもしれないな。暇なら様子を見てやればいい。
俺はもうあの空間には戻りたくない。戻ってしまったら俺も、もう。うん、来た来た来た。他にも探索で手に入れたディスクがあるけど、ディスクを見よう。犠牲者のディスク E を見てみよう。パソコンは映像を読み込み始めた。おっと、また知らない子だね。白髪、マリモみたいな頭してるけど、なんかすごい個性強そう。学生かな今回はな。くそ、最低だ。なんで俺がこんな目に。そこに誰かいるのか。いるんだろ。答えろよ。俺、死ぬのか。あったせ。マジかよ。別に、毎日つまんなかったし、将来なんてどうでもよかったけど。今かよ。おかしいよな。だって、全然痛くねえんだ。腹から、こんなに血が出てんだぜ。なんで痛くないんだ、俺。死ぬ実感、ねえよ。なあ、俺、まだ、生きてるか。なあ。映像はここで終わっている。まるで最後、眠るように彼は、高校生だろうか。私と同い年くらいの人間。まだ幸せな方かもしれない。何を言ってるんだ。ただ少しだけ羨ましいと思った。殺し合い、仲間の死、それを感じずに死ねることは幸せだ。バカなことを考えるな。彼の分も私が。いや、なかなかね、いろんな死のパターンを見せてくれますね。いろんな犠牲のパターンを見せてくれますね。叫びながら亡くなるとか、人思いにぐさっと亡くなるだとか、すごい恐怖に打ち震えながら亡くなるとか、眠るように亡くなるとか。いや、どの死に方もやっぱり幸せとは言えないよ。この絶望的な状況で死を比べたら、確かに今回のこの白髪のこのね、死に方はめちゃめちゃ幸せかもしれないけど、もっと他にね、こんなデスゲームに巻き込まれてなければもっといろんな幸せな死に方があったはずだから、ちょっとね、心苦しいよね。おっとっとっと、なんだ、知らないぞ。急にどうしたの、アリスちゃん。殺してやる。なんだ。じゃあ話しかけていきますか。何をするのですか。黙れ。まずい、アリスさんが怒りで我を忘れてる。やめさせる。頑張れアリスさん。やっちまえアリスさん。そのまま出口を聞き出しましょう、アリスさん。出口か。それもいいだろう。こいつは今拳銃を持っていない。待ってたんだ、この時を。何の騒ぎぜよ。アリスさん。おやめください。笑わせてくれる。貴様も命は惜しいんだな。
違います。皆様の命を守らねばならない。何を言ってんだこいつは。はあ、何人も殺しておきながらふざけるな。さあ出口を教えろ。さもないと貴様は。出口などないのです。いい加減にしろ。なら貴様らは全てが終わった後どうやって帰る。アリスさんはガシューの首に手をかけた。なんだと。え、なんなのよそれ。ふざけないでちょうだい。お分かりいただけましたか。ああ、ここで出てくんだ。私どももここから出られないのです。すべてが終わるまではね。首はフロアマスターも同じように。何なのよあんたたちは。何がしたくてこんなこと。すべては使命なのです。ここにいる誰もが。では失礼します。引き続きメインゲームまでの残り時間、悔いのないようにお過ごしください。出口がないなんて。諦めるかい。ありえない。私が諦めるなんてことはありえません。えらいな、サラさんは。さすがは頼れるリーダーだね。ソーさん。そんなサラさんとケイジさんに大事な話があるんだ。話？ああ、それでこうなるのね。ここからあれよね、パソコン、カイさんのパソコンを一緒に見る回になるんだよね。で、セリフとかも変わってるかもしれないから一応見ておくけども、変わってなかったらカットかな。そうじゃ、おい、アリスって、今呼んだね。ああ。ちょうどいいし、お前さんも来い。まあ、いっか。それじゃあ、つけるよ。あ、なるほどね。ここはあれ、よね。レコさんは一緒に私も見ていいのか、ありがとうって言って、一緒に見る状態になるけど、アリスさんは、あれか、キュー太郎さんに呼ばれてくる感じになるんだね。うんうん。え？絶対これソウ君のセリフじゃないよね。これ絶対アリスさんのセリフだよね。ソウ君が、これがエプロン野郎のパソコン内部かって言ってると思ったらめっちゃ面白いんだけど、これ。これはアリスさんのセリフだね、きっとね。これがエプロン野郎のパソコン内部か。で、OK、見ます。ん？うん。アリスさん？思い出した。え、アリスさんを知ってる人？この姿、あいつにそっくりなんだ。俺が殺した男。あ、日和そう。日和そうだ。何を言ってるかじゃ。え、あ、ここでみんなに知れ渡るんだ。はえー、だってそうは。くそ、なぜだ。なぜ俺はこいつの姿を忘れていた。それにあいつは一体誰なんだ。生き返った。まだカイの文章には続きがある。彼についての謎は私には解明できませんでした。そして奇妙な点がもう一つ。デスゲームの参加者は20人ほどいたはずなのですが、全員分の人物ファイルがないということなんです。これを私なりに推測すると、あー、猫さんのメダルを剥ぎ取れば再び走る、
遺体を回収される前に、私の未来のために。もう、おしまいだな。セラさん、大丈夫ですか？誘拐犯に心配されるなんてな。ハンナキーは、楽しいのか？私たちは、メダルやクリアチップなんてものでもてあそんで、希望をつかめば、奪って殺す。どんな気持ちで、こんなことができるんだ？それは、ちっぽけだな。私たちの命は。死ねば獲得したメダルもすべて回収か。あの、レコさんはメダルなんて持ってませんでしたよ。え？すみません。忙しいので、これで。どうなってる？レコさんがメダルを持ってなかった。ありえない。だって、レコさん自身のメダルは持っているはずじゃないか。私を陥れるために、誰かが。ああ、こうなるんだね。これさ、ジョー君の幻影から、こう逃げるために、こう、魔の手をこう跳ねのけるじゃないですか。それ、跳ねのけられなかったらどうなるのかって見てないよね。普通にただゲームオーバーになるだけかな。ちょっと一回見てみましょうかね。もう、一回ね、やったおかげで、ここで、こう、この魔の手が迫ってきても大丈夫な感じに。うわ、怖い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 ね。ああ、4、5回ぐらいダメだったら、あ、そうだね。忘れることなんて、できねえんだよ、サラ。お前はもう壊れてるんだ。しっかりしてよ、サラ姉ちゃん！サラ姉ちゃん！あー、ゲームオーバーになるんだね。オッケーです。いや、よかった。これ、ちょっと、今でよかったわ。期間が空いたからまだ心が保ててる感じあるわ。これタイムリーな時にやってたらもう、あー辛い、ごめんごめんごめんってなってたと思う。じゃあまた変化があるまでカットです。